型肉食恐竜が脱走したという情報を得ました。奴らはどこから来るか分かりません。草陰に潜んでいる場合もあります。向こうから来てるぞ。皆さん気をつけてください。そのままの位置をキープしてください。すいません、通してください。危ないぞ、気をつけて。皆さん気をつけてください。肉食恐竜が来ました。気をつけてください。それ以上興奮させないようにしてください。大変危険です、危ないですよ。下がって、下がってください。下がって、皆さんこの道を開けてください。大変危険だ、危ないぞ。尻尾に気をつけろ、サルタダメだ。皆さん危ないぞ、気をつけて。下がって、下がってください。ベビーカー気をつけて、危ないですよ、危ないぞ。尻尾に気をつけろ、尻尾が危ない、尻尾が危ない、危ないぞ、気をつけて。皆さん尻尾に気をつけて、下がって、下がってください。皆さんこれからこの人逃がしましょう、もっと下がりましょう。道を開けてやってください。道を開けてください。カリテラを通してください。大丈夫ですか。皆さん気をつけて、気をつけて。あのもうカメラなんか撮ってる場合じゃないぞ。皆さん大変危険です。危ない、お子さんを守ってください。お母さん大丈夫か。大丈夫だ、気をつけてください。走る中取ってる場合じゃない、下がるんだ。危ないですよ、気をつけて、気をつけてください。後ろは危ないぞ、尻尾が危ない、かなり危険な状況です。皆さん、皆さん静かにしてください。大型の肉食恐竜の足跡がします。普段はこんなことは出てこないのに、どうしたんだ。あなたに少し興味の影響を受けてきたのかもしれない。皆さん危ないですよ、奴はこっちを伺っています。皆さんはどうぞ、あなたに少し興味に刺激を受けたのか、見てください。あなたに少し興味が出てきた。もしかすると、後ろを開けてください。後ろを開けるんだ、道を開けてください。開けてください。危ないぞ、小型肉食恐竜がお声を出して帰ってきます。皆さん、小型肉食恐竜がお声を出して帰ってきます。見てください、スピノサウルスです。この頭の大きさからいくと12メートル以上はあるでしょう。ちょっとすみません、大丈夫ですか。でも安心してください。この高圧電線に当たる奴はこちらには来れません。でもいつもと少し状況が違うので、少し皆さんそれ以上刺激を与えないようにしてください。どうしたんだ、何かおかしい、何かこちらを伺っているようです。大丈夫です、皆さん、やつは諦めたようですね。後ろに下がっていきます。今取り忘れた方は今がシャッターチャンスです。どんどん取ってください、どんどん取ってください。もう大丈夫ですよ。いや、いつもと状況が違う。どうしたの、何かを狙ってるようだ。皆さん念のために下がってください。皆さん下がって、12メートルもある、下がるんだ。10メーターは下がらないと危ないぞ。もっと下がって、足元に気をつけて。
て下がってください。危ない。お母さん危ない。危ないぞ。下がってください。みんな伏せてください。伏せてください。緊急事態だ。みんなここで、やつを反応します。皆さん、もう安心してください。怪我はないですか？怪我はありませんか？怪我はありませんか？よかった。皆さん、この後もジュラシックパークで素敵な大冒険をお楽しみください。ありがとうございました。